セロでパスコはペルー中部のアンデス山脈上に位置する都市。人口7万人のパスコ県の県都で工業の主要な中心地である。標高4330メートルの世界で最も高所に位置する都市の一つである。ヤナカンチャ地域では4380メートルにもなる。300キロメートル離れたシトリマまで道路と鉄道が通じている。 17世紀初頭に銀行が発見されて以来、この地は世界有数の銀の産地となった。スペインに絞り取られたにもかかわらず、今なお活発な工業の中心地であり続けている。現在、鉱山は20世紀の民営化で、セントロミン社から採掘権を購入したボルカン、コンパニーやミネイラ社が経営している。地下と露天掘りを合わせた生産量は2006年で、 鉛5.83万トン、亜鉛15.53万トン、銀850万オンスなど、総計334万トンに及ぶが、これが、採掘量か実際に取り出された量かは、はっきりしない。銅の生産は何年も前に停止され、古い精錬所の廃墟がコルキヒルカの西の線路近くに、残っている。グレーブレチンは、セロで、パスコの鉱山は、 ウィリアム・ランドルフ・ハーストとその家族の主要な収入源だったと述べている。標高4300メートルに位置するセロで、パスコの気温は最も高い月でも10度以下で、高山気候、またはツンドラ気候、あるいは極海洋性気候という稀な別の気候にあたる。湿度は夏高く、冬、低いが気温は1年を通して低い。しばしば降雪がある。 年間平均気温は5.5度、年間平均降水量は 999mm で、ある。ありがとうございます。